今日も法律登記について考える司法書士 YouTuber です。いよいよ2020年ももう終わり、司法書士界この1年間いろんなことがありました。法改正、コロナ、試験延期などですね。今回の動画ではそれを振り返り、間もなく迎える2021年がどんな年になるのか予想してみたいと思います。それでは参りましょう。今年は大きな法改正がいくつか施行されました。一つ目、4月1日には配偶者居住権をはじめとする改正民法の相続分野、同じく4月1日には改正民法の債権分野、そして7月10日からは法務局での実質証書遺言の保管制度も始まりました。このように大きな改正があると2つのことが起こります。一つ目は、我々専門家のコンサルタント的な役割が大きくなるという点です。例えば最初に言った相続法で言うと、配偶者居住権というのが創設されました。これはどういうものかというと、例えば亡くなった夫名義の家の所有権を配偶者居住権と負担付きの所有権に分けて、前者を奥さん、後者を息子というふうに相続させるものです。これによって奥さんが安心して住み慣れた家に居住できる、遺産分割時の公平化をなくしたり、奥さんにも預貯金をある程度相続させられる、相続税の節税といったメリットが得られます。ただ、配偶者居住権が始まったから早速やってみようという性質のものではないんですよ。そういう選択肢が増えたにすぎません。例えば先ほどのケースで言うと、一旦奥さんが通常通り相続してから家族信託で息子が受託して管理するという方法も選択肢としてあり得ると思います。これをやると、将来家を売りたいという場合に奥さんの認知症対策として機能するわけです。配偶者居住権の場合、家を売ろうとしたら奥さんがそれを放棄する必要があるわけですが、認知症の程度によってはその意思表示自体がうまくできないという問題が発生し得るからです。なので、こうしたことを奥さんと息子から話をよく聞いた上で、最適と思われる手段を提案し、最終的には依頼者の意思決定を支援するということになります。このように選択肢が増えると、どれを選んでいいのかわからなくなる人が出てきます。なので、専門家にこうしたコンサル的な役割が強まるわけです。これが法改正で起こることの一つ目です。起こること二つ目は、改正についていけない人が引退せざるを得なくなるということです。例えば2006年に会社法が施行されました。実はこの会社法というのは、それまでの旧商法の考え方から180度変わったんです。旧商法下では、株式会社というのは資本金が1000万円以上、取締役会も監査役も必至、取締役の任期は2年、監査役は4年というある程度決まったパターンしかなかったのが、会社法になってからは資本金は1円以上、取締役会も監査役も任意設置、役員任期も最長10年で自由設定というふうに。そうすると、軒並み改正についていけないお年寄りの司法書士が商業登記を断るようになったそうです。もしくは、私が聞いた話ですが、ある老人の司法書士さんなんかは、商業登記は依頼者の同意を得て若手に副代理で丸投げをしていました。なので、法改正は若手にとってチャンスなんです。世間では司法書士なんてオワコンだ、ベテランが固定客をがっしり掴んで若手にチャンスはないなんていう人がいますが、私はそんなことないと思いますよ。今年の本試験はコロナの影響で9月27日に延期されました。ただ来年の本試験はおそらく例年通り7月の第1日曜日になると思います。少なくとも来年4月の受験案内発表まではこのつもりで勉強するしかありません。そうすると、今12月ですから、あと6ヶ月しかないわけですよ。受験生の皆さんは今大変なんじゃないかと思います。これに対する対策は、私は個人的に1日あたりの勉強量を増やすことしかないと思います。同じ勉強時間で質を高めるという手段もあるかもしれませんが、前も言った通り、少なくとも基準点を大きく下回っているレベルの人は、ある程度量をこなさないと質は高まらないと思うんですね。なので、勉強時間を確保しましょう。そのためには、小手先の手段ではどうにもならず、大胆な方法が必要だと思います。詳しい方法はこちらの動画をご覧ください。最後に2021年の司法書士会を大胆予想します。まず、皆さんが一番気になっているのは、コロナの影響で売上が落ちるのではないかという件です。これは意外と大丈夫ではと思っています。私もお付き合いのある不動産業者さんに聞いてみましたが、こういう事態になると生き残るために持っている不動産を現預金に変えたいという希望も増えるので、コロナの影響で取引量は変わっていない、むしろ増えたと言っていました。また、相続なんかは経済状況に関係ありませんよね。さらに、コロナの影響による解雇退職なども増えて、債務整理なんかも来年は増えてくるのではと予想しています。2つ目、今年はコロナの影響でこれまで対面で行っていたことが Zoom 等のオンライン面談に切り替えられていきました。私も数は多くはないですが、今年初めて Zoom で相談を受けました。こうした形式の相談は今後どんどん増えてくると思います。ただ一方で、我々司法書士に重く課せられている本人確認、これはちょっと Zoom では厳しいのではと思います。例えば、本人確認のために運転免許証の提示を求めたりしますが、あれはただ見せて
てもらっているのではありません。偽造された免許証などは触った時の質感や厚みに違和感がありますので、そうした触覚的な確認もしています。実際地面師による事件は去年もあったわけですが、こうした観点からもケースバイケースではありますが、 Zoom による本人確認は原則として NG なのではないかと思います。3つ目、今年話題になったこととして、河野行革大臣による行政手続きの印鑑廃止があります。 99% の行政手続きにおいて印鑑が不要になるそうです。ですがその中に不動産登記手続きは含まれていません。なぜか、それは2005年の不動産登記法改正ですでに廃止されているからです。もう少し厳密に言うとこうなります。これまで通り印鑑を使って不動産登記することは可能だけれど、なくても手続きは可能です。ただしその場合は印鑑の代わりに電子署名を使う必要があります。この時点で電子署名って何という方が大半だと思います。ほとんど普及してませんからね。法律を改正して15年経った今でもこうなんですから、来年1年でこれが急激に変わるとは思えません。コロナがある程度後押しするとは思いますが、まあまず変わらないでしょう。法人登記の方も2021年2月に会社の印鑑届出が任意になりますが、これもおそらくそう急激になくなりはしないでしょう。会社の電子署名を発行するのに年間7900円手数料がかかります。これなら5、6000円の会社員を作った方が安いですし、取引融資を受ける先が電子署名に対応していなければやはり印鑑をした方が早いですからね。というわけで登記にハンコはまだまだなくならないと予想しています。いかがでしたでしょうか。今日は司法書士会の2020年の振り返りと来年の予想をしてみました。それでは良いお年を。